海洋性、ピコ植物プランクトンの分析例。フローサイトメトリーとは、微細な粒子を流体中に分散させ、その流体を細く流して、個々の粒子を光学的に分析する測定手法のことである。微粒子を選択的に回収することもできる。フローサイトメトリーに用いられる装置をフローサイトメーターと呼ぶ。分子する装置をソーターと呼び。 分子機能を持たない装置をアナライザと呼ぶ。主に細胞を個々に観察する際に用いられる。一定波長の光線を流体に当て、通常は光線からわずかにずれた方向の前方散乱と光線と直角の方向の側方散乱を検出する。また、微粒子を蛍光物質で標識し、レーザー光によって生じた蛍光を検出する蛍光検出器が一つかそれ以上備えられている。 装置が多い。これらの検出器によって流体中の粒子が影響を及ぼした光及び傾向を検出する。これらの検出された光の集合から粒子の物理、化学的性質を推定することができる。細胞の場合、FSC からは細胞の大きさが SSC からは細胞内の複雑さを分析できる。各検出器の組み合わせ、傾向物質や 免疫染色により非常に多様な分析が可能である。近年では複数の光線と検出器を装備した装置が市販されており、複数の抗体を用いることで、より同時に高度な分析できるようになっている。またセルソーターを標準装備した装置もあり、シースの流路を切り替えることで高精度かつ高速で目標粒子を分手できる。市販の装置では、 最大4種類の集団に分出でき、理論的には1秒あたり9万個の粒子を処理できる。1947年、ウォレス・コールターにより原理が考案され、1953年に流体による細胞数の計測器を実用化。1965年にマーク・フル・ウィーラーにより、セルソーターが開発。1969年には、ファンディラにより、 アルゴンレーザーを搭載したフローサイトメーターが開発された。微粒子の光学特性を正確に測定するには、いかなるフローサイトメーターにおいても細胞が収束レーザービームの中心を均一に通過する必要がある。流体システムは微粒子の一つずつにレーザービームを当てながら機器を通過させるよう設計されている。セルソーティング機能を備えた。 フローサイトメーターにおいては、流路を通して選別された微粒子をコレクションチューブ、またはウェルに集める。流体力学的絞り込み流体中で微粒子を正確に位置取りするために、ほとんどのフローサイトメーターで流体力学的絞り込みが使用されている。微粒子が見落したサンプル液は、外側をシース液の流れに囲まれ、流路を移動する。サンプルの流れはコアを形成し、 シース液の中心に維持される。サンプル液の注入速度、または微粒子がレーザー照射部を通過する速度は、サンプルコアかかるシース液の圧力によって制御される。最適な条件下では、中央の流体の流れとサイヤの流体は混合しません。サンプル注入速度、または微粒子がレーザー総合に流れる速度は、サンプルコア上のシース液の圧力によって制御される。 最適な条件下では、サンプルコア液とシース液は混ざることとがない。音響絞り込み一部のフローサイトメーターでは、音響収束技術が流体力学的絞り込みをサポートするために、音響絞り込みが用いられている。まずサンプル液に音波を当てサンプルを予備的に絞り込んだ後、シース液に注入する。事前に絞り込まれた微粒子がサンプルコア内を流れることで、 特に高いサンプル入力レートでのデータ精度を向上することができる。光学フィルター微粒子に照射されたレーザー光は散乱光と標識としてサンプルに添加された蛍光色素から放出された蛍光として得られる。散乱光と蛍光は光学フィルターとダイクロイックミラーで選別され、光電子増倍感やアバランシェフォートダイオードなどの検出器に誘導される。光学フィルターには その特性により、バンドパスフィルター、ローパスフィルター、ハイパスフィルターがあるが、ほとんどのフローサイトメーターは、ダイクロイックミラーとバンドパスフィルターを採用し、光学スペクトルの特定のバンドを選定している。プリズム、解説合子、スペクトルフローサイトメトリー、スペクトルフローサイトメトリー、では、マーカーが発した放射光はプリズム、または、解説合子によって、 検出器アレー全体に投射される。これにより、核粒子の全スペクトルを測定することができる。使用された色素の参照スペクトルと自己傾向スペクトルを差し引くことで、個々の微粒子のスペクトルが得られる。イメージングフローサイトメトリー。イメージングフローサイトメトリーは、一つの微粒子から複数の画像を取得し解析する方法。電化結合素子。 または CMOS を搭載した検出器で画像を検出、処理することで、高感度かつ、個々の微粒子の形態解析や分子極材の定量解析が可能である。フローサイトメトリーは、分子生物学をはじめ病理学、免疫学、海洋生物学などで用いられている。さらに、分子生物学的な手法である傾向で標識した抗体を用いることで、 標的細胞を特定する方法は、細胞分化の研究だけでなく、医学分野でも利用価値が高く移植、主要免疫学、科学療法、遺伝学、再生医学などで用いられている。植物による適用においては、標識した DNA 量を測定することにより、倍数性の特定が可能である。急性白血病、多発性骨髄腫、悪性リンパ腫の診断には、 血球細胞の表面マーカーの解析が欠かせず、フローサイトメドリーが用いられる。急性白血病や骨髄種の多くは、主要細胞が半分以上を示すことが多いため、抗原発現状態を把握しやすい。しかし悪性リンパ種の場合は反応性リンパ球が混入するためチャートを読み、ACP を乱すこととなる。以下に ACP を乱す手がかりをまとめる。 代表的なスクリーニング検査で用いられる場合、フローサイトメトリーの各チャートは以下のようになる。ありがとうございます。